品川神社は、東京都品川区北品川三丁目にある神社。元、潤直祭者として、東京十社の一つでもある。また東海七福神の一社として、大黒天を祀る。文治三年、源頼朝が、安防国の須崎神社から、海上交通安全と、祈願成就の守護神として、安防国の須崎明神である、天ね日、利のお命を勘定して祭り。 品川大明神と称したのに始まる。鎌倉時代末期の元王元年に、北条高時の神、二階堂道雲が、宇賀の売り命をそれぞれ祀った。慶長5年、徳川家康が、関ヶ原の戦いへ出陣の祭りに、品川神社を参拝して、戦勝祈願し、その後、祈願成就の御礼として仮面、神輿などを奉納し、天正十九年には、 徳川家康から五国の車両の主因を受け、徳川家の尊崇する特別な神社として、社門も徳川家の家門の丸に三つ葉青いと定め、ご修復所として徳川家の厚い庇号を受けた。官営14年に三大将軍、徳川家光が東海寺を混流した際には、境内の一部がその敷地となったため大体地を賜り、 神社の位置が東海寺の肝にあたることから同社の鎮守とした。1868年11月8日、明治天皇が品川神社を順直祭者と定め、東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社の一つとした。明治5年、豪社に列した。また、昭和50年には東京10社に列している。境内入り口の階段前に門中に、 竜の細工が施された石鳥居、草竜鳥居がある。左の柱に上り竜、右の柱に振り竜が彫刻されている。草竜鳥居は、杉並区の公園寺と、馬橋稲荷神社にもあり、当社のものと合わせて、東京三鳥居とも言われている。社殿の裏に所在するが、品川東海寺の塔中、高原院境内で、関東大震災後に同時が、 世田谷区から須山に天伝墓だけが残された。その後の周辺土地の変遷により、雪像の関係から品川神社を通らねば、墓所へ入れないため、品川神社にあると誤解されているが、実際には異なるため神社に板垣墓所のことを尋ねると機嫌を損なうので注意が必要。ありがとうございます。